週ですか。もう声が震えてしまった。うん、12週で声が震えてしまった。あ、12週、あ、じゃ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 あ、これごめん、遊ばせやわ、さすがに。そんなね、2巡目で国士13名はもう、さすがにこれはもうごめん、遊ばせですからね。これはってなりちゃいます。まあね、まあパーさ、パーソン引いてさ、ペー抜いてさ、9層引いてさ、ペー抜いてリアン層引いてさ、おいしょパーピン。あーパーピンおいしょ、いやーさ、いやーいい層引きまして、おいおいさあ、じゃあ、ああ、ああ、ああ、ソロボンで、ソロボンで、ソロボンで、さすがに歪んで、その3ピンボンで歪んで、ああ、さあ、まあ大丈夫。まあ大丈夫、だけど、これ、チーソー引いたら、ああ、ソロボンで、さすがに、さすがに、その涙ボンで、すって、ああ、さあ、先輩。さあ、さあ、さあ、その涙ボンで、ああ、舐めた、舐めた、最後まで舐めた。ああ、最初から最後まで舐めた。まあさすがにそんな終始舐めてるとね、そら、純正中連振っちゃいますよね。まあ普通ですかね。さあ、それで神茶が少数詞かな、これ神茶が少数詞やね、これ。うん、神茶が少数詞やね、さすがに。まあとはいえ、まあとはいえこちらもいいシャンテンなんで、まあ、あさあいいですね、もうくっつき天敗。うん、くっついて、まあできれば総髄あたりね、うん、くっついてくれたら嬉しいかなってところでありますが、さあペイ抜いて、まあ神茶、まあポンポンできればね嬉しい。あ、さあ天敗しまして、天敗、イーペイドラさんですね。イーペイドラさん、イーペイドラさんですね。イーペイドラさんしかないですね。しかないですね。っていうか、まあ、まあ、あー、さあ、缶ありまして、スミ缶ありまして、スミ缶入りまして、あー、さあ、つぼぎりいち、つぼぎりいちはね、ちょっと怪しくなっちゃうんですよね。あー、だって、例えばね、これ、三面ちゃんとか天敗してたら、つぼぎりリーチしないですよねって話で、これ、つぼぎりリーチしちゃうと、あれ、これ、街悪いのかなとかね。結構、その、邪推されちゃうんで、まあ、ちょっとどうなんかなってところではありますけどね。さあ、ローソーがちなみに残り2枚かな？ローソー残り2枚。リーチ、イーペイコー、ドラさん。リーチ、イーペイコー、ドラさん。ハネマン、ハネマンか。いや、漫画。もう計算ができなくなったんですけども。まあ、漫画しかないですからね。リーチ、イーペイコー、ドラさんだったら。まあ、これはさすがに100万にはならんでしょ。だからまあ、そう、神茶がこれ、ああ、雑問って。あ、神茶がね、役満なんかなと思ったけど。まあ、とはいえこれ、リーチ、いつもイーペイコー、ドラさん、裏八あー、やっぱりね、もう、ちゃんとね、こう裏八もう、乗るんですよね。はい、金の間はい、ちなみに、何待ちでしょうの、金の間何待ちでしょう、天宝のコーラーなんですけども。あー、なんかすごいためんちゃんで、ね。サブロースッチーソーですね。手なりっぽいですけれども、まあワンチャンね、ワンチャン珍楼といけたらって感じ。いやでも金の間なんでね、いや大戦で、いやもう手なりやわ、さすがに。さすがに俺金の間で今ドラドラあるんですよ。リーチドラドラあるんで、まあこれはいくらなんでも手なりじゃないかなって感じしますけどね。まあ普通にそのウソロソも強いし、まあこれ4面やし、こっから無理。ああ、もう、ああ、もう、さすがに手なり。いや、もう、まあさ、もう、いいシャンテンやもん、だって。いいシャンテンやもん。さ、おぉ。あれは、おお、なるほどね。さあ、ウーソーローソー、無事落としまして、無事、ああ、さあ、いいぞ、行きまして、さあ、無事落としまして、さあ、あとは、9層と、9番、9層、9ピンが、9層、9ピン、9層引いたら、ちなみにこれ、メンチン吸ったんですよ、これ。9ピン引いたら、まあ、メンチン高め数アンコで、ああ、9層、はい、テンパイさあ、メンチン吸ったんですね。あ、まあ、メンチンってことは、メンゼンチンロウトに略なんですけど。あ、まあ、メンチンって言ったらね、メンゼンチンロウトしかないんですけれども。まあ、ただちょっとね、2枚も打たれてるんでね。残り1枚なんですよ。しかもね、これやっぱりトン引いたらローンされるんで。いや、これちょっとね、部が悪い勝負ですね。いやー、これできればね、まず積もってほしいですけど。で、これ、下茶が出すとダブロンですね。下茶が出すとダブローなんですけど、これ、まあそうですね、こっちがダブル役満とはいえ、神茶ね、6万手持ってるんですよね。だからちょっとこっちが積もらないとね、トップ取れないんですよね。だからな、まあ積もりたいところで、おーいあー積もりたいところであるんですけれども、じゃあ積もればいい。てか、いやでも違うわ、これ、トリプル役満やから。トリプル役満やから、そもそも、これダブロンでも大丈夫かな、トップやったかな。トリプル役満。
高齢大三元ですかね。さあ白ね、できれば白行きたい。できれば白スッター、さあ引けない、さあペリーです。大変優しくね、優しくさあ、まああとはあーさあ、なんかすごいなんか三面ちゃんになりまして、まあでもあとポンポン、まあポンポンロンですね。あー打ちまして、まあでもまあ追走はちょっと妥協して、まあやめたかなって感じ。あーさあポンポンロン、あーアイテムバイあーちょっと妥協してちょっとね、あの追走はつけなかったところで、あーあー早いあーポンポンツモでもうめちゃめちゃ早いあーまあみんなね初警戒してたとは思うけど、なんでもう今張ってんねんっていう話ね。はい、金の輪オーラスー、あらあらあらオーラスーでトップ目でチーホでうん、あまりにも強すぎる最終形なんですよね。10種10杯なんで、まあ流さないまあ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 そうね、まあ、10種なら流さないかな。まあ、9種ならね、やっぱ流した方がいいかなと思うんですけど。まあ、なかなかまあ、10種ならは流さないかなってところで、まあ、11、12、13。はいはいはい、やばいやばい。ああ、さ、12、12で、まあ、次ね、まあ、うまく引けたらさ、13、すって、ああ、さ、アイテンバイ。うまく引けたらっていうか、もう、いつもうまく引けるんで、感覚まひるんですけどね。うん、いつもなんでこんなズバ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 引いてね、うん、2、30目に13目になるんでしょうかね。うん、8種8杯でみたいなところでね、8種8杯でちょっと手がまあ染めるかなーって感じだね。あ、まあ2品打ってもう総勢染めるか、まあ、はたまた国士無双か、うん、まあどっちは国士別に赤無双から打つ必要はね、まあ、あんまりないんですけどね。うん、さあ赤無双から打ちまして、さあ2アンス打ちまして、まあ、これはまあ、国士かな。まあ、明確に。ああ、でも、少数指紋はじゃあるね。ああ、トンペイ。まあ、あとはまあ、何社積もれれば、みたいな。ああ、さあ、フェイ引いて。まあ、でも、誰もそうですね。ああ、でも、何社がちょっと1枚ずつ借りてるんで。ああ、サシャ行きまして。サシャ、ああ、でも、何が打たれて、ああ、さあ、感ありまして。トイミー1感ありまして。トイミー1感入りまして。で、こっちが、まあ、そうだな。まあ、あとは、初が1、あ、初ないやん、これ。あ、初ないのか。初がね、そのドラヒョウとトイメンとシモちゃん1枚ずつ持ってるから。なので、ああ、さ、シャー引いて、シャー引いて、あとは、トンナン、トンナン、あと、じゃ、でも白もないから、チュン。まあそうですね、ああ、さ、ペイ抜きまして、普通にペイ抜いて。まあ、小数字、追走、まあでも、チュン欲しいですね。うん、チュンがないと、小数字とか大数字のみになっちゃうから。ちょっと待って、ああ、さあ行きまして。さあ行きまして、さあチュン行きまして。で、あとは、トンナンチュン、ああ、さあトン行きまして。さあ、トン行きまして、まあ、トンか、ああ、さあトン行きまして、さあ、カン入りまして、カン入りまして、あと、ナンチュン、ナンチュン、どっちか、ナンチュン、まあもう、初はいらないんでね。初はいらないんで、いや、そしたら普通にしもちゃんも遊ぶことが、ああ、さあな、止まりまして。さあ、トイメンもなんか、もう、上手強いんですけど、さあ、できればな、ああ、だだ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